アドルフ8世は、シュレースビヒコウ及び、ホルシュタインイコールレンズブルク博。デンマーク王国の家臣として強大な権力を持っていた。シャウエンブルク家は、何、世紀にもわたって、ホルシュタイン博を継承し、神聖ローマ帝国の家臣であった。アドルフ8世のソソフ・ゲルハルト3世は、デンマーク王国の摂政も務め、デンマーク王より、 南ユトランド皇領世襲の領地として与えられた。1330年から1375年まで皇領を失い、回復した公爵の権力も1386年には、マルグレーテ一世により抑えられたが、1414 14年から1440年にかけて回復した。アドルフ八世は、ホルシュタインイコールレンズブルク博ゲルハルト六世と、 カタリーナ・エリーザベト・フォン・ブラウン・シュバイク・リューネブルクの間の息子である。父・ゲルハルト6世が1404年8月4日にハイデ近くの羽目の戦いでリットマールシェンの人々と戦った際に戦死したとき、アドルフ8世はわずか3歳であった。アドルフは、ホーエン・ツォレルン城のフリードリヒ1世の宮廷で教育を受けた。アドルフ8世の兄ハインリヒ4世が父の後を継いだ。 シュレースビヒコとして若年であった。ハインリヒ4世は1414 14年までデンマーク王の保護下に置かれた。しかし、デンマーク王はハインリヒの考量の継承を拒否した。ハインリヒとその母及び兄弟は一丸となってハインリヒの考量継承のために戦った。ダノイコールハンザ同盟戦争の間の1427年5月28日にハインリヒは フレンスブルク包囲中に戦死した。アドルフ8世と弟ゲルハルト7世が兄、ハインリヒの後を継ぎホルシュタインイコールレンズブルク博となり、シュレースビヒ考領を継承するための努力が継続された。しかし1433年にゲルハルト7世はエメリヒアムラインで死去した。1435年7月、アドルフ8世とデンマーク王エーリク7世は、 ボアディングボー城でボアディングボー条約を結び、アドルフが事実上支配していたシュレースビヒ公領の領有が追認された。1439年、新しくデンマーク王位についたクリストファ・三世は、アドルフにシュレースビヒ公領をデンマークにおける世襲の領地として与えることでアドルフの忠誠を得た。これによりアドルフの領地は、デンマークと神聖ローマ帝国の両方に接する。 形となった。1448年、クリストファ3世の死により、デンマーク王家の血統は断絶した。アドルフは、デンマーク王エーリク5世の子孫であったが、エーリク5世の母マルグレーテ・サンビリアが、エーリク5世の父クリストファ1世の女系の多い、継承権についても、教皇の承認を得ていた。アドルフはまた、デンマーク王、アーベルの娘、ソフィーを通して、 アーベルの子孫でもあったが、クリストファ・三世は、アーベルの息子の最後の子孫であった。議会は、アドルフが、シュレース・美飛行で、デンマーク最大の領地の領主であることから、アドルフに、大位の継承を求めた。しかし、アドルフはこの時すでに40代後半で死死がなかった、ため、大位継承を断り、代わりに、おいのオルデンブルク・ハククリスチャンが、大位につくのを指示した。 アドルフは1435年3月5日に、ドイツ貴族、マルガレーテ・ホンヘレンシュタインと結婚し、一男が生まれたが創生した。1459年、アドルフは後継者なく死去した。姉ハイルビヒは、オルデンブルク博ディートリヒと結婚し子供を残した。長子、インゲボルクは、バドステーナ修道院長となり、修道所として一生を得たため、結婚せず子供もいなかった。 弟ゲルハルトは双子の男女を残したが、息子ハインリヒは若いうちに歴史し、娘クリスティーネはプレッツ修道院の修道所となった。シャウエンブルクはホルシュタインピンネベルク博家の男系子孫がまだ継承しており、その他のホルシュタイン博の女系子孫も続いていたため、ホルシュタインイコールレンズブルク及びシュレースビヒの継承請求者は何名かいた。アドルフの家系は、刑府上では、 シャウエンブルク家の分家であった。1460年3月5日、シュレースビヒとホルシュタインの代表者がリーベに招集され、アドルフの継承者は最年長のオイクリスチャン一世であることが承認された。アドルフ八世の紋章アドルフ八世の印象には、シュレースビヒの紋章とホルシュタインの紋章が刻まれている。名は c ギルームアドルファイドゥーシス・スレビケンシス。 法律士、コミッテスと刻まれている。ありがとうございます。